皆さんはゴシップが好きでしょうか。ネットとかニュースを見ているとですね、私たちの興味をそそるような見出しが出ていて、ついつい私たちはですね、そういったニュースとか記事を読んでしまったりします。本当の情報を流してくれればですね、そこに立つことができますし、または、和解をしようと、話し合いをして解決しようという気持ちがあればですね、争いは起きないわけですけれども、一方的な話とか狙ってやろうとしている話だったりすると争いが勃発するわけですね。でゴシップっていうのはそういうもので、本当に聞く人の耳をくすぐるような、蜜のように甘い話だったりするわけです。神様の言葉も蜜のように甘いというふうに聖書に書いてありますけれども、悪い話も実は蜜のように甘かったりするわけですね。ですから私たちはよくその話を見極めることが大切です。悪魔もですね、私たちに対してこの情報戦を使ってきます。私たちに真実でないことをですね、メディアを通して、あらゆることを通してですね、私たちの脳裏に焼き付くように、また耳に入れようとして働きます。誠に私の口は真実を告げ、私の唇は不義を忌み嫌う。私の口の言葉は皆正しい。そこにはねじれたことや曲がったことはないというふうに書いてありますね。私たちは日々神様の言葉に耳を傾けてですね、その言葉が本当に真実なのかどうなのかっていうのを自分の置かれた状況の中に照らし合わせてですね、そして適応していくことができれば、さまざまな、まやかしとか偽りから私たちは守られていくことができるというふうに思います。私たちはこの軌道修正をしていく意味でも、毎日御言葉に触れることによってずれてしまったその考え方とか情報をですね、本当に修正していく。それを数日私たちがそれをしないとですね、そのずれっていうのは広がってきますけれども、もし私たちが毎日御言葉に触れるならば、本当にわずかなずれを修正することができていくわけですね。ですから皆さんも引き続き御言葉に触れて、そして神様の言葉に触れて、何が正しく何が真実なのか、ゴシップに耳を傾けるのではなくて、神様の真理に耳を傾けていくことができるように、そうすれば争いも途絶えていく。平和の神が本当に私たちを平和の歩みに導いていってくださいますから、そのことを主に信頼して歩んでいけたら素晴らしいのではないかなというふうに思います。